今日丹野さんにいらしていただきました。はい、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。セラピストフェスでね、はいはい、15分無料券を、はい、あのプレゼントした当選した方なんですね。はい、丹野さんは大きいですね。いつも言われるから、なんと返していいやら。ああ、そうですね。はい、身長は184です。体重が126。すごいですね。私今44ぐらいになったんですけど、はい、だから3倍ぐらいですかね。でかいです。はい、でもあの喜んでいただけるように頑張ります。はい、お書きください。はい。はい、丹野さんはお体はどんな感じだ、どこがお辛いとか。肩周りですね。肩周りが一番辛いですか。はい、肩首が。肩首ですね。はい。はい、強押しがお好きなんですよね。そうですね。うん、もうなんかこうプレス機とか、はい、工事のあのダダダダっていうやつでやってほしいぐらい、はい、もうがっつりやってほしいですね。なんかあのなんか出っ張った棒みたいなこう。あ、そうですね。あれ。うちの柱ですね、はい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 、柱にこう棒をつけて、はい、がそしてこうやって押し込んでます。なんかね、もう変態っていうね。変態的なんです。ほぐしの変態っていうお店を作りたいんですよね。作りたいんですよね、最終的には。でも、うん、多分変態って名前をつけちゃうと、うん、お客さん来づらいんで。あ、まあね、そっち系の人ばっかり来られても、 あれなんで、多分出す時はまともな名前にしますよ。あ、ね、でもすごいね、実際ね、私も受けたいんですけど、すごい強押しが得意で、はい、すごいんですよね。すごいと思いますよ。ね、なんかまあこの体ですから、強押しが普通物足りないというお客さんがね、よくいらっしゃるんですよね。そうですね、うん、大体もう固定でリピートしてくれてるお客さんなんかは、うん、もう全員強もみじゃないとダメっていう方で、うんうん、どこ行っても効かないと。あ、そういった方ばっかりですね。じゃあ今日は90分のね、はい、整体を、はいはい、お取りいただいてますので、これからやりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。